K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。こんにちは、深静キッチンです。今日は、ルーローハンを作っていきます。今日作るルーローハンはご飯がめちゃくちゃ進むんで、ご飯いっぱい食いたいなっていう時に僕はよく作ったりします。それでは材料はこちらです。それでは作っていきます。最初はまず生姜をみじん切りにします。まあこれは一かけぐらいですね。ニンニク好きな人はここでニンニクを使っても OK です。今日はニンニクチューブがあるんで、ニンニクチューブを使っていきます。 OK、 じゃあ今度は豚肉ですね。バラ肉、1センチぐらいで角切りにしてください。この包丁なんか切れ味悪いっすね。なんかまたバットポイント、バットポイント、包丁の切れ味が悪い。よし、これいいんじゃないですか。フライパンにごま油を引いていきます。よし、で生姜を炒めていきます。ニンニク、おろしニンニクなんですけど、ニンニクもここで入れましょう。あれですね、おろしニンニクなんですげえ飛ぶっすね。匂いを嗅ぐのが怖い。で、香りが立ってきたら豚肉を加えます。ウーシャンフェンを加えます。これ、入れるから このウーシャンフェンがマジ本場っぽい香りつくんで入れてほしいんですけど、入れるからうまいって感じなんですけど、香りが結構特徴的なんで、こういう香りが苦手っていう人は、なしで作っても、いいと思います。なしで作っても美味しいと思います。でタレを入れていきます。醤油と、これは酒で酢と砂糖とオイスターソース、あとお水ですね。入れたら混ぜてください。OK、で、ゆで卵をここに加えます。加えてで、弱火で20分から30分ほど煮込んでください。煮込み終わったんで、ご飯にのせていきます。煮込むとちょっとこうとろみが出る感じになりますね、タレに。この肉をのしていきます。でゆで卵ものせます。でこのタレがうまいんで、タレもかけちゃってください。お好みの量で、あんまりこう多すぎると濃いかもしれないんで。
で、ここにさっきの長ネギですね。はい、ルーローハンの完成です。いただきます。なんかごめんなさい、パンケーキ思い出して笑いそうになりました。めっちゃうまいっす、うん、多分男の人とか絶対好きな味ですね。もうめっちゃご飯が進む感じっていうか。で、ウーシャンフェン入れてるのが、あの僕アジアン系の料理大好きなんで、そのウーシャンフェンの香りがもうめっちゃいい感じです。皆さんもぜひ作ってみてください。それではまた次回のふかし酢キッチンをお楽しみに。